はブルマっていうの。どうも、おかっぱみゆきです。今日の修行は、ベジータが地球にやってきて、ブルマのお家でシャワーを浴びるシーンあたりをやろうと思います。有名なシーンですね。おーい、地球の女っていうところですね。女、地球の女っていうところのシーンで、ブルマが、私の名前はブルマっていうのみたいな感じで怒るシーンも含めて、そのあたりの、修行をやっていこうと思います。それではスタート。おかっぱチャンネル。ほれ汚いんだからあんた、ほれ汚いんだからあんた、私の名前はブルマっていうの。名前を呼びなさいよ。失礼ね。ちょっと違うな。私の名前はブルマっていうの。名前を呼びなさいよ。失礼ね。もう一回行こう、私の名前はブルマっていうの。名前を呼びなさいよ。失礼ね。だいぶ近づいてきたぞ。汚いから洗濯しちゃったわよ。だったら裸でいたら、ちょっと高いのかな。だったら裸でいたら、あら案外に嫌じゃない。ベジータ、これバカタレじゃなくて焼肉のタレよ。メリットだけどな。焼肉のタレよのシーン結構好きです。ベジータだけじゃなくてヤムちゃんもちょっと引いてる顔をしてるっていうところがね、個人的にはツボで、そうバカタレだと思った、焼肉のタレのことをバカタレだと思った、本当に思ってるのか、ブルマがそのベジータをちょっと落ち着かせる、冷静にさせるためにあえてああいうギャグを言ったのか、ちょっといろいろね、憶測が私の中で飛び交ってますけれども、ね、好きなシーンです、あのシーン。